はい、皆さんこんにちは。ドクターマッスル畑です。今日はですね、昨日のデッドバグを改良した変速デッドバグをご紹介したいと思います。昨日以上におへそ周りガッと効いてきます。下っ腹も上も斜めも効いてきますよ。ちょっとね、脇腹あんまり入らないんですけども、この斜めも効いてきますんで、ぜひ皆さん一緒にやってみてください。昨日はですね、太ももと前腕でボールを腹筋を使って押さえて、片方と反対の手足を腰を反らないように繰り返して遠ざけていくっていう運動だったんですけども、今日は太ももと前腕ではなくて足の裏、土踏まずと手で反ります。で、もちろん昨日と同じようにこの肩甲骨、頭を浮かせます。難しい方は頭つけておく、できる方はね、昨日言ったように肩甲骨を頭から入れます。この状態が昨日と一緒、途中まで昨日と一緒です。片方とは反対の足を伸ばします。片方と反対の足を伸ばし、今日はここからタッチ、肘でタッチ、伸ばして戻します。いいですか。片方の足は動かさないように、肘と膝でタッチ、伸ばして戻します。注意ポイントは昨日と一緒です。腰を反らないようにすることと、手足をできるだけ反対方向に引っ張られるような意識を持ちます。さらに、これは昨日と一緒ですけども、手とこの足で挟む。挟むのも腹筋をする。腹筋を使って挟んで、なおかつ遠くへ行くのをコントロールする腹筋。で、上段押し。タッチ。伸ばしてタッチ、伸ばして頭上げたまま、基本的には上半身動かす、手と足だけ動かす。ダメなのは下げて上げて下げてっていうんではなくて、手と足しか動かない。上体は動かないですね。上体は動かない。上体は動かずに、おへそでぐっと腰の方へ圧迫していきます。お腹に力を入れて、腰を、ね、地面にぐっと押さえつける。お腹の力を使ってぐっと腰を地面に押しつける。というイメージでお腹に力を入れます。意外とどうしてもね、この立ち足が動いてきたりとか、あと、上体が下がってきたりしますんで、上体は動かない。上体は動かずに、肘と膝をタッチ。上体を動かずに、肘と膝をタッチ。を繰り返していく。もちろん、腰は反らない。OK です。これを10往復。昨日と一緒ですね。10往復繰り返していく。おへそ周り、下っ腹、上、斜め。効いていきます。ぜひ皆さんやってみてくださいね。昨日のデッドバグができるようになりました。今日のデッドバグで、これができるようになりましたら、またさらにバージョンアップね、これは近いうちにまたしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんチャレンジしてください。はい、じゃあ今日は変速デッドバグご紹介しました。ご参考になれば嬉しいです。皆さん腹筋美人ね、腹筋美人になっていきましょう。はい、じゃあまた明日お会いしましょう。さよなら。